タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ第2回撮っていきたいと思います。さあ、前回光しかなくなった世界に来たわけですが、ここって乗れない、乗れない待って、じゃあミニオンは、マウントは出せない、ミニオンはちょっとこのビートイーターさんを出して実験していこう。ミニオン習得、危機に模した魔法人形を荒々しい山賊仕様、山賊仕様、マメットビートイーターさん出せるかな。ミニオンリスト、マメットミートイーター、とある名物モブハンターが襲ってきたキキルン族の山賊を返り討ちにした際に戦利品として手に入れたもの。どうやら山賊の親玉が弟子たちに配っていたものらしい。どこか恐ろしげな山賊風衣装がチャームポイント。めちゃくちゃ可愛いんだけど、肉肉くれくれ、かわゆ、キキルン好きなんだよな。あ、ミニオンが呼び出せません。一応お気に入り入れておこう。ミニオンもダメなんだ。歩けと、足で稼げと。じゃあとりあえず、まあここに行くしかないっぽいので、ちょっと寄り道はせずに、まずは綺麗なんだけどね、ずっと昼間は嫌だな。でも昼間だけど、なんかこの本来さ、色がついているところが全部ラベンダー色っていうか薄紫なのが現実感がないよね。いろんな色が、緑とか赤とかあるんだろうけど、あ、でも黄色はあるんだ。お待ちなさい。あなた、見ない顔ですね。それにそのいでたちも。ご覧の通り、この先は私たちのクリスタリウムです。その警備を担う者として、不審者を通すわけにはいきません。それで、あなたはどこから来たのです？どこから来た？1、ウルダハから。2、現象世界から。3、答えない。我々のいるところ、現象世界じゃなくない？ 14 番目って言ってなかったっけ？で、出身地はウルダハです。多分。聞いたこともない名ですね。今さら知らない土地などないはずですが。クリスタリウムでは身分や出身は重要視されません。しかしペテン氏の類はあいにく受け入れていませんので。人を喰らったばかりでしたか。どんな食い方をしたやら忌々しい。あ、さっきの人だ。指輪つけてたもんね。そう、目立つ指輪だなって思ってたんだよ。ライナ、大丈夫か？あ、君が呼んでくれた人だね。ええ、水晶校はぐれの罪食い、しかも低級な輩です。問題はありません。
よかった。しかし念のため周辺の警戒を頼む。それからこの者は私の客人だ。このまま町に連れて行きたいのだが、いいだろうか。ああ、なるほど。また甲の謎めいたご友人でしたか。了解しました。今後は自由に出入りできるよう団員たちにも伝えておきます。先ほどの無礼お許しを。クリスタリウムへの滞在が良いものとなりますよ。ありがとう。ともかくここを離れよう。いろいろと質問はあるだろうが、人前では答えにくくてね。さて、何よりもまず召喚に応じてくれたことに心から感謝しよう。本来なら私の部屋に呼び出すはずが、座標がずれてしまってすまなかった。それでも正しく渡ってこられたようで何よりだ。ここは紛れもなく13ある共造世界の一つ、第一世界。住民にその認識があるかどうかは別としてね。そして私は水晶校、そう呼ばれている。この先にあるクリスタリウムという町の管理者にして、あなた方を召喚したものでもある。なんという？1、暁のみんなはここにいるのか。2、お前が呼んだせいでむちゃくちゃになった。2はちょっと話を聞いてからかな。1、みんなはここにいるのか。どうなんだ。ああ、だが事態はいささか複雑だ。順を追って説明させてほしい。まずは一つ、あなたに知ってもらいたいことがある。なんだい？ここ第一世界は光によって滅びようとしている世界だ。こちらの時間において100年前に光の氾濫という大災害が発生。世界は9割以上の土地を失った。わずかに生き残った人類も光の氾濫が作り出した化け物によって絶滅の危機にさらされ続けている。その化け物こそが罪食い。あなたが先ほど見たのもそのうちの一体だ。私はこの地を罪食いから救うべく、世界と世界をつなぐ術を習得し、最強の英雄を召喚したのだ。そしてそれはあなた方の世界、原初世界を救うことにもつながるのだが、大切な客人をこんな場所に立たせておくのも気が引ける。話の続きはクリスタリウムでしよう。この世界は乗り物とかないのかい？
驚いたのはその活気だ。滅びの世界にありながら生きるために作られた都市、人々は希望を込めて石を積み、死に絶えてたまるかと町そのもので訴えていた。ここで出会う多くの者がいずれ冒険者を遥か遠くへと導いていくのだろう。クリスタルディウ、特に話ができそうな人はいなさそう。じゃあついでに話をしていこう。ようこそ私たちの町クリスタリウムへ。あなたの来訪を心から歓迎しよう。わーい、なんかそうくれるコンプリート。あ、結構クエスト受けるときと報告のときの音も変わったね。レベル70クエスト、第一世界の町クリスタリウムの推奨校は思案しているようだ。チュチュ。さて早速私の執務室に移動してもいいのだが、ふむ、込み入った話をするためにもあなたにはまず我々の実情を知ってもらいたい。いくつか町の主要な施設を紹介するので、そこの顔役たちと話し、この世界についての話題を集めてきてはくれないか。はい。ここからまっすぐ進むと、あなたならご存知だろう、エーテライトがある。おそらくだが、正しい形で召喚されたあなたならば、己の通ってきた道をたどり、原初世界の地脈ともつながれるかもしれない。顔役たちを訪ねる前に一度試してみるといいだろう。エーテライトの左隣にある階段を上り、建物を出るとこの町の職人たちが集う民員工芸館がある。顔役はカットリスという女性だ。階段を上らず左側の通路を進むと、突き当たりが博物陳列館、巨大な書庫だ。顔役はモーレンという青年さ。エーテライトプラザの右側に進むと市場につながっている。流通を取り仕切るのは顔役のブラギだな。以上があなたに回ってもらいたい場所だが、行き方はおおむね伝わっただろうか。なんという1、完全に理解した。2、複雑すぎる。完全に理解したこれなんかのフラグだよねさすがだ、拡張を重ねている町だからどうにも構造が複雑なのだが、あなたならば心配ないだろう。ああそうだ、一つだけ注意してもらいたいことがある。先ほどの関所でもそうだったように、この世界に生きる民は普通別世界の存在を知らない。あなたの素性は彼らには理解しがたいものだろう。ゆえに身元を問われた際には推奨校の同居人だと答えるといい。この町においてそれは詮索無用を意味する言葉になる。それでは一回りしたら町中央にある大きな広場で落ち合おう。また後ほど。わーい、じゃあとりあえず新しい世界のエーテライトをね、忘れずにメイン登録しておきたい。あの辺の青いのはエーテライトじゃなくて、
あ、でもちっちゃいエーテライトない。あ、いいや、後で。後でと言いつつ。としないエーテライトがある。いや。手の、ん？手目の巣、なんだった？え、後で見ればわかるから縁外の座っていい？蓋？まずは交換しておこう。集中すると遥か遠くへとつながるエーテルの流れを感じる。現象世界のエーテライトへもテレポできそうだ。お気に入り登録をしておこう。デスティーズ、ここは滅びに抗う者が集う町。立ち入りが認められた以上、君はもう我々の仲間だ。この町での生活が良い反抗の日々となりますように。透明の敵はあの積み食いって言われてるあの白いモンスターでってことでいいのかな。あ、さっきのところに繋がってるの。そっか、この世界暗くならないんだ。トレードって書いてある。こちらはナッツクランの窓口です。部外者の方はお引き取りください。冷たサブ、クリスタリウムのサブクエスト、ナッツクランのモブハント初級を受注するためには以下の条件を満たす必要があります。サブクエスト、イシュガルドのディスキーモブを完了する。2、メインクエスト、漆黒のヴィランズのノルブラントを渡る者たちを完了する。イシュガルドはやったかな。サブクエストの方はやった。メインが終わってない。ハルドルさん、どこかに強そうなやつはいないものか。はい、一応みんなに話聞いていこうか。ゼル・バン・デューさん、アマロってとってもお利口で僕たちのこと乗せてくれたり荷物を運んでくれるんだ。かわいいでしょ。モフモフしたくなっちゃうでしょ。あー、ちょっと後人族さんみたいな喋り方なのかな。そこまでではないか。アマロがこの子、ダチョウっぽい感じかな。あれ、登れる、ここ。わーい。だからといってだよね。だからといって特に行くところはない。あっててて、特に人はいないかな。ここ何？レーザー砲みたいなのあるんだけど、これ何？観測するなんかかな。あ、ここはいけないんだ。あ、ちゃんとマップもここまでになってるね。こっちの先はもう入れませんよみたいな。へいへい。で、これ何？落ちないよね、大丈夫かな。あ、危ない、なんか怖っ。通れそうにないな。いけないな、こっち。なんだろう。じゃあおとなしく言われたところに行こうか。こっちは通れない。こっちが言ってた書庫のところってよかったかな。結構広いね。
三学科の座。あ、これさっき上から見たところか。はいはいはい。他は行くとこなさそうだ。あ、エーテライド発見だけど、ここに重なってるのは上か。なあ、しまったな。自由弁論館。はい、イルスゴールさん。はい、ちょっとそこの君、君はあれを見ていないかい。どうやらどこかに紛れてしまったようなんだ。あれってもちろんあれだよ、あれ。大丈夫か。あれが多くなるとやばいらしいぞ。超エーテライトその2。わーい。ここは開く。博物陳列館。一応みんなと話しておこうか。アンシベルトさん、何か本をお探しですか。配置が分かりにくくて申し訳ありません。何分量があるものですから整理が追いついていないのです。書籍はあるんだね。こっちはなんだろう、飾りか。陸地の9割が沈んだにしては書籍はしっかり残ってるんだ。ベズゼンさん、天井まで積み上げられた本棚、首が痛くなるでしょ。ここにはありとあらゆる書物が集積されているんです。学術書から美術書、歴史書、それに絵本の類までありますよ。あ、ここは通れるのか。で、ケッシュさん、ハシビロコウをご存知でしょうか。はい。何事にも動じない王者の風格を兼ね備えた鳥らしいのですが、資料で見かけてから私はとても興味があります。かっこいいよね、ハシビロコウさん。顔がさ、めっちゃキリッとしてるし、ほぼ動かないし。ここいいな。なんかスクショ勢とかはなんかこの辺好きそう。で、普通にこれ座れないのか。これわれないか、椅子には。ちょっと座れると嬉しいんだけどな。じゃあ上かな、どう見ても。あ、ここにも人が。シャンテルドさん、書家に収められている本であれば申請すれば誰でも自由に借りることができますよ。地下の書庫には職員以外立ち入れませんのでご注意を。はい、他には人はいらっしゃいませんね。いやー、でもこんだけ本あると大変そうだね。で、あ、ここが最上階っぽい。あ、でもここは椅子に座れそうだぞ。お、いけるね。スクショ勢はいいんじゃないですか、この辺。どうです、どうです。よし、モーレンさん、いや、住民名簿に載っていない方とお見受けしますが、もしや外からいらしたんですか。はい。でしたら何か本や書類などいっそ紙切れでもいいのでお持ちではないでしょうか。あ、すみません、つい悪い癖が。僕はモーレン、この博物陳列館の司書をしています。ここはご覧の通りあらゆる書物を収集し保管する場所です。光の氾濫によって多くの土地や命が失われたことで数多の知識も失われてしまいました。僕たちはさらなる知の喪失を防ぐため活動しているんです。それであなたはどうしてこちらに。もしかして何か調べたいことが。水晶光くんが行けって。世界の現状を知りたいですって。素晴らしい。当たり前のことでも学び直してみると新たな発見があるものですよね。わかりますとも。それじゃあせっかくなので
初歩の初歩から近代史を児童向けにまとめた絵本があるので持ってきます。少々お待ちくださいね。割といい時間になってきてしまったかな。一回この流れが一回きりになった。お待たせしました。それではいかにして世界が今に至ったかお話しいたしますね。なんか分厚そうな本をお持ちでいらっしゃいますけど、およそ100年前のこと、光の戦士と呼ばれる大罪人たちが世界の闇を司る影の王を殺してしまいました。すると間もなくどこからともなく光があふれ出し、巨大な波となって世界を飲み込み始めたのです。これが光の氾濫と呼ばれる災害。飲み込まれてしまった場所は生命が存在することのできない真っさらな無の大地になってしまいました。ついに世界の9割が飲み込まれ、波が最後に残ったここノルブラントの地に迫った時、人々の前に光の巫女が現れました。巫女は迫り来る光の波を止め、光の氾濫を収束させました。こうしてノルブランドだけが消滅せずに残ったのです。しかし悲劇は終わりませんでした。無の大地からノルブランドに向けて未知の化け物罪喰が侵入してきたからです。罪喰が放つ強い光の力によってノルブランドからは夜の闇が失われてしまいました。そしてそれらは今も残ったわずかな人類を喰らい脅かし続けているのです。はあ、なるほどなるほど。解決策が見えんのだな、この話を聞いても。以上がこの世界の現状です。もし復習したくなったらいつでも僕にお声掛けください。それからその今後は同じ町の仲間としてよろしくお願いいたします。なんかここの町の人はモーレンとの会話から光の氾濫についての話題を得た。ここの町の人は結構みんなこの友好的だよね。なんかさ、今まで行ったエリアだとさ、なんか冷たいところも結構あったじゃん。なんだお前みたいな。それに比べると全然みんな友好的でいいなと思う。で、今回はちょっとここまでにしておきたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。次回もちょっとゆっくり街を探索していこうかなと思います。では、失礼します。